政治団体になります。国政政党ではない NHK から国民を守る党に、まあ、代表もちろん私、立花隆なんですけども、お金を貸してくださいという非常に厚かましい、まあ、お願いです。もちろん貸していただける方だけで結構です。まあ、私自身はもちろん命がけで、NHK の被害者をお守りする NHK をぶっ壊すとために日々頑張ってきておりますが、なかなか私の戦略通りいかない部分と、まあ、私の不得の部分があってですね、まあ、山あり谷ありという状況でございます。まあ、2年後にはこの政党名で行くかどうかは別にしても、またですね、国政政党に返り咲けるような活動をしていきたいと思っておりますので、ただもう僕もこれ、NHK から国民を守る党にお金を貸してくれる人があまり少ないようであれば、まあ、そこは僕は潔く。令和5年2023年6月の9日22時3分です。この動画公開するのは月曜日6月12日月曜日のお昼ぐらいになるということで、ご覧いただいているのは12日以降ということになっています。で、冒頭ですね、書いている通り、結論から申し上げますと、政治団体になります。国政政党ではない NHK から国民を守る党に、まあ、代表もちろん私、立花隆なんですけども、お金を貸してくださいという非常に厚かましい、まあ、お願いです。もちろん貸していただける方だけで結構です。で、まずなぜこういうお金を今お借りしようかとしているかといいますとですね、ご存知の通りですね、政治家女子48党国政政党の方がですね、まあ、私の、まあ、判断ミスということでですね、大津彩香さんが今党首であると、代表者であるということを主張していることと、一方で、党の 大半は、斉藤健一郎がですね、代表者だと、まあ、党首か、まあ、代表者だということを主張しててですね、今ぶつかってます。で、このですね、法務局がですね、まさに今日6月9日金曜日の夕方に、電話がありまして、電話というか、まあ、司法書士さんの方に連絡がありまして、まあ、こういったことが初めてなので、斉藤健一郎に名義変更、党首の名前を変えるっていうことが、まあ、結論とすればできないという回答が来ました。で、そうなってくるとですね、今凍結している口座のお金を動かすことができる可能性が出てきておりまして、それをですね、止めるために、まず仮処分の申し立てを朝、村岡先生弁護士がしてくれています。もちろん債権者皆さんの協力を得て、同意を得てやっております。で、これがですね、認められますと、まずは2億円近いお金に対して、仮差し押さえというのをしますので、大体まあ借用書がある場合は 20% 2割と言われてますので、まあ、ざっくり今口座に9000万で、国からですね、政党助成金が来るというところで約8300万、両方で1億7000万円ほどなんですけども、まあ、これの 20% というと3400万から3500万円のですね、供託金というか、まあ、仮差し押さえをするためのお金が必要である。まあ、そういったちょっとまとまったですね、お金が必要になってきておりまして、債権者を守るためにどうしても必要だということで、お金をお貸しいただきたいと思います。で、まあ、今回ね、私自身、まあ、今55歳ですけども、まあ、NHK と戦って NHK の職員をしていたのが約20年間、そして NHK を辞めてもう19年になるのかな。もうほぼ NHK にいた時間とNHK を辞めてから時間がもう一緒ぐらいになってきてるんですけど、まあ、私自身はもちろん命がけで、NHK の被害者をお守りする NHK をぶっ壊すとために日々頑張ってきておりますが、なかなか私の戦略通りにいかない部分と、まあ、私の不得の部分があってですね、まあ、山あり谷ありという状況でございます。で、どうしてもですね、こうお金がないと、まあ、私たくさんの部下がいてですね、部下たちの仕事をですね、もちろん皆さんをお守りしていかなきゃいけないということがありますので、そういったためにもですね、お金を貸していただける方、もうこれはもう甘えてる以外にないんですけども、これまでの立花隆という人物、人間、NHK から国民を守る党をですね、運営してきた立花に対して、よし、立花、お金を貸してやろうという方、ぜひその志をですね、私に預けていただきたいと思います。で、まあ、今回は
めちゃくちゃたくさん集めようとは思ってません。何かお金利息とかで釣ろうという、まあ、釣ろうとかそういうのなくてですね、まあ、前回のように党で国政政党で借りた時みたいに100万円単位とかそういうんじゃなくて、もう1万円単位からですねお借りしたいなと、お貸ししていただきたいな、まあ、通帳にですねずらーっとこう名前が上がってくるっていうことにちょっと意味があると思ってまして、基本的には無期限で返済期限設けません。で利息も今回はお支払いしません。で担保もありません。もう立花隆という人間が担保です。ただね、返してほしいという方については、もちろんすぐにお返しするという方向で動きますので、まあ、他から借りてきてでもお返ししようと思ってます。ですから無理のない程度に、まあ、お一人ね、どんなに高くても1000万円以下で、お願いしたいなと思います。で最後、まあ、政治団体ということでお貸しいただいている、これ1万円からもう全部出ちゃうの、ちょっとごめんなさい、まあ、お名前、住所、名前がその政治団体の報告をするのに公表されますので、そこをちょっとご承諾いただけるということになります。で本日から月末、6月末の金曜日23時59分までということで、お貸しいただける方はまずこの説明欄のところの貸付金、申請フォームからお申し込みいただきまして、どうしたの、メールが届くのかな、はい、申請フォームの方に、申請していただきましたら自動返信で記入していただいた事項が、返信されますので、まあ、そちらで、届いたというところを確認していただいて、こちらからいただいたアドレス宛てに、振り込みいただきたい口座情報をお送りしますので、そちらを届き次第入れていただければと思います。はい、迷惑メールとかに入っている可能性もあるのでご確認ください。で、これまで従前説明してきた通りですね、まあ、国政政党政治家女子48 というものにお金を貸していただいている方への、まあ、少なくとも元本は保証できると思っています。利息もなんとか 5% 保証していきたいと思っているんですけども、この NHK から国民を守ると、まあ、どうやって返済していくのか、お金借りて何使うのかっていうのは、まあ、職員のお給料をメインにするんですけども、どうやって稼いでいくのかっていうについては、この政治団体でもチューナレステレビっていうのは販売できます。 ですから株式会社立花隆だったり、立花隆首都放送局株式会社だったりとかっていうのでも販売できるんですが、まあ、今回は政治団体として、まあ、税金はもちろん払わなきゃいけないんですけども、そういったチューナレステレビの販売をですねやっていくこと、そしてですね、今 NHK から請求書の受け取り代行サービスというのを村上弁護士のところでやっていただいているんですけども、そういったところともちょっと協力しながらですねお金をしっかりと稼いでいくと。で2年後の参議院選挙ですね、今6月ちょうど2年後に参議院選挙がありますので、政治家女子48党という国政政党の真の、まあ、運営者は当然我々斉藤健一郎であり、私立花隆が会計担当であり、もちろん参議院議員の浜田であったり、副代表の丸山穂高であったりがしっかりと国政政党であるということを運営していきますけども、もし、総務省がですね、実質我々が運営しているにもかかわらず、大津さん側が代表だみたいなことを言い出した時には2年後の参議院選挙でですね、NHK から国民を守る党で、候補者を募ってですね、ちゃんと 2% 以上の票を取って、3年後には斉藤健一郎はまだ残っています。で、3年後というかごめんなさい2年後ですね、斉藤君はまだあと5年任期がありますから2年後でもあと3年残ります。で浜田聡参議院議員が任期満了を迎えますので、まあ、2年後にはこの政党名でいくかどうかは別にしても、またですね、国政政党に返り咲けるような活動をしていきたいと思っておりますので、今ねちょっと本当に私の不徳で、いろいろと皆さんにご心配ご迷惑をおかけしておりますが、まあ本当に日本を変えていこうと、まあ、それは正直者がバカを見ない日本に社会に戻していこうという思いで私はやらせていただいております。ですからぜひね立花のこれまでの活動とこれからの活動にご期待をいただいて、ただもう僕もこれ
NHK から国民を守る党にお金を貸してくれる人があまり少ないようであれば、まあ、そこは僕は潔くこういった活動をですね休止しようと思っています。やはり僕自身自分が頑張らなきゃいけないと思って、元 NHK 職員として NHK が国民の皆さんにご迷惑をおかけしていること、そういったことについて自分がやらなきゃいけないと思ってこれまでやってきていますが、やっぱり民主主義国家であり国民皆さんお一人一人が主権者ですので、僕一人で頑張るというよりもですね、なかなか僕のように表立って活動できない方、そういった方々もたくさんいらっしゃると思います。街中ね犬の散歩してても多くの方にお声掛けをいただけるので、まあ、ここは一つ皆さんの善意に甘えさせていただいてお金を貸してくださいと。でちなみにですね、私が頑張った、私だけじゃないですけどもね、9月末をもって NHK の集金人が来なくなります。で、NHK をぶっ壊すためにはやはり国民皆さんお一人お一人が受信料を払わない、これはもう立花孝志が嫌いでも政治家女子法廷等が嫌いであっても NHK に受信料を払わないということを皆さんが励行していただければ、実践していただければ NHK は潰れます。もちろんこのお金を使ってコールセンターの運営もこれまで通り行ってまいりますので、もちろんね NHK から裁判された方の肩代わりというのもしております。裁判された方の裁判費用というか NHK のお金を払えば裁判終わります。これもやっていきます。もちろん参議院の2人斉藤健一郎君と浜田聡君、その中から立法事務費月65万円、また斉藤君の方は月100万円の文書通信滞在交通費、浜田君もくれてるのかな、多分ね浜田君はくれてないのかな、まあ、どっちにしてもそういう2人の国会議員からも私運営活動費みたいなものをもらっていますので、そこはですね、全く収入がないわけではないので、いずれにしてもお金を貸していただきたいというのがお願いです。で、それは貸していただける方はこちらから。で、もうそんなの返さなくていいよっていう方については、下のいつも通りのですね、私の経営している会社の方の方に、口座の方に視聴料という形でお振り込みいただければ、それは名前、住所公表されませんし、借用書を出すということはしません。そのまま会社の売上として、私のが社長している会社で売り上げとして立てて、僕はそこから役員報酬をいただくということで、活動費をいただくということでやっていきたいと思います。これもちろん領収や借用書は出るよね、はい、ちょっと時間かかるかもありませんが、ちゃんとですね NHK から国民を守る党の印鑑をしてですね借用書も送りさせていただきますので、ちょっと本当に不測の事態でですね、まあ最後にね、まあ僕はそのなぜここにこういう状況に、至ったかっていうことについてあまりこう人の悪口をガンガン言うのはちょっと良くないとは思うんですが、まさに今日ですね、今日金曜日の段階で、まあ、元幹事長のですね黒川敦彦君がですね、まあ、むちゃくちゃなことを街頭で言っているそうです。私もちょっと聞いてないですけど、まあ、聞くに耐えないことをですね、その聞くに耐えないというのはもう無事実じゃない、もうまさに妄想をですねこう僕のマンションの前で喋り続けたようです。でその黒川君と仲良くしているのが大津彩香さんなわけですね。で大津さんはまさに、何か僕に対する恨みみたいなもの、そういったもので、がんとして、自分が代表者だと言い続けてですね、それによって債権者の皆さんや職員の皆さんにご迷惑をおかけしているというような状況ですので、まあこの人たちの不正というか、それこそ、黒川君は月130万円渡すって話を確かにしましたが、彼に130万円を渡すことが脱税であったりとか強制執行妨害という犯罪になるということを私は確認、そう思いました。で実際一昨日かな、3日前かな、麻布警察の刑事さんにもその旨言ったら、確かにそれは問題ですよねとというようなことがあって、僕はやっぱり不正は許したくないと、許せないということで、黒川君を切ろうとしたところ、このような状況になっております。ただ、こういったところにももちろん負けたくはありませんので、ぜひともね、皆さんの心のこもった貸付金、立花という人間もまさに無担保です。もう何か土地があるとかそういうのありません。ただ、立花という人間をね、信用して、貸してくれるという方のね善意に甘えたいと思っております。でこんな動画作ってますけども、全然僕はお返しする自信も
ありますし、すでに10億円以上の借り入れをしている国政政党してますけども、こちらに貸していただいている方、まあ、お借りしている方ですね、これはしっかりとお守りしていきながら、今回お借りするお金もお返ししていきたいと思っています。まあ、中ナレステレビを普及することが今一番 NHK をぶっ壊す近道だと思っています。 NHK からの請求書受取代行サービスをしながら NHK との解約っていうのもしっかりと弁護士さんの力を使ってですね、増やしていくということをしっかり行ってまいりますので、どうぞ、まあ、もちろんね、無理をしていただかなくても大丈夫ですから、立花さんが頑張ってる、立花頑張ってるぞと思っていただける方は私の方にお金を貸していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。長くなりましたが、よろしくお願いいたします。NHK をぶっ壊す。パチプロ政治家 YouTuber、N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな。俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ。ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス。これはアウトなデラックス、反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お客のせい、多分ないの、お客さんの方もっと愛と発揮しよう、お客のあるのもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く、 NHK をセクハラ。